モノクロームファクターは空の帰りによる漫画作品。コミックブレード正宗2004年初加護から連載されていたが2007年9月より月刊、コミックアバルスへ移籍し2011年6月まで連載主完結した。2006年にドラマ CD 化、2008年4月から同年9月までテレビアニメが放送された。主人公アキラは学校をサボりキロに着く途中。 全身黒ずくめの怪しい人物に出会う。自らを人型をした影と話すその男、白銀はずっと君を探していたという。あまりの白銀の怪しさに全く信用しようとしない明に対し、白銀は今日の夜10時に君の学校に来てくれれば影というものがどういうものが見せるという。担当声優はドラマ CD 版、テレビアニメ、ゲーム版の順。なお、 ドラマ CD に登場しなかったキャラクターはタイで示す。2006年にオリジナルドラマ CD 応募者全員サービス、マザムネエディション、プチは、運動モノクロームファクターでドラマ CD 化。出演者のキャストコメントも収録されている。2008年4月から同年9月まで、テレビ東京、テレビ大阪及び ATX にて放送された。全24話。 内容はほぼオリジナルで原作にはあまり見られない BL 描写が多く、また終盤を別として全体的にコミカルな作風が特徴。OP 前の冒頭シーンでは前話のあらすじが説明され、その後登場する事情を抱えたゲストキャラクターが告知に取り憑かれて暴れ出すという展開が基本的な流れとなっている。キャッチコピーは覚悟を決めろ。 モノクロームファクタークロスロード物語はアニメの続編となっている。ありがとうございます。